明日は今日より良くなると信じられる時代を実現してまいります。内閣総理大臣に指名することに決まりました。新型コロナとの戦いは続いています。この国難を国民の皆さんと共に乗り越え、新しい時代を切り開き、心豊かな日本を次の世代に引き継ぐために全身全霊を捧げる覚悟です。私が書き溜めてきたノートには国民の切実な声があふれています。一人暮らしでもしコロナになったらと思うと不安で仕方がない。里帰りができず一人で出産、誰とも会うことができず孤独で不安。今求められているのはこうした切実な声を踏まえて政策を断行していくことです。経済、経済、経済、私は何よりも経済に重点を置いてまいります。持続的で構造的な賃上げを実現するとともに、官民連携による投資を積極化させていく。日本経済はこれからも力強く成長を続ける。日本に投資してほしい。 Invest in 岸田。バブル崩壊後の30年間、我が国はデフレに悩まされてきました。私が新しい資本主義を掲げたのは、この縮小均衡のコストカット型経済の悪循環を一掃しなければ、日本経済が再び成長することはできないと考えたからです。物価上昇を上回る所得を必ず実現する。人への投資は大変重要な位置づけを占めています。政府としてジョブ型人事の導入、労働移動の円滑化、そしてリスキリングによる能力向上支援、この3つからなるこの三位一体の労働市場改革、AI は世界をさらに豊かにする重要なツールとなる力を秘めている。半導体産業、幅広い産業にとって重要なプロジェクトです。循環経済、いわゆるサーキュラーエコノミーの実現は、社会課題の解決と経済成長を両立させる新しい資本主義を体現するものであり、国家戦略として取り組むべき政策課題です。
Tokyo. This is Houston. 岸田文雄です。はい、岸田総理ありがとうございます。若い皆さんに若田さんからメッセージをいただけませんでしょうか。失敗を恐れずに、失敗してもそれを教訓として前進して皆さんの夢をつかんでほしいなというふうに思います。総理就任以来、この新しい資本主義のもと、成長と分配の好循環を目指してきました。その結果、名目 GDP も初めて600兆円の大台を超える、史上最高値水準の株価など、新たな経済ステージへの移行の兆し、確実に見えてきています。スタートアップ育成5カ年計画に基づき、政策を総動員してスタートアップの成長に向けた環境整備を進めてきました。アジアゼロエミッション共同体構想を提唱しました。我々アジアにとって安定供給のために、できる限り多くのエネルギーの選択肢を持っておく、そのために現実的なエネルギートランジッションを進めていくことは大変重要です。今後アジアの国々と連携し、広域的なサプライチェーンを確立していきたいと考えています。貯蓄から投資へのシフトを進めていきます。NISA を抜本的に拡充しました。ロシア軍によるウクライナへの侵攻は、力による一方的な現状変更の試みであり、国際秩序の根幹を揺るがす行為として断じて許容できず、厳しく非難します。今日のウクライナは明日の東アジアかもしれない。ゼレンスキー大統領との間で首脳会談を行い、ウクライナ国民の勇気と忍耐への敬意を伝えました。またロシアによる侵略の惨劇を目の当たりにし、このロシアによる侵略を一刻も早く止めなければならない、こうした決意を新たにしたところです。私は外交安全保障の要諦は信頼だと確信をしています。未来への理想の旗をしっかりと掲げつつ、現実を直視し、新時代リアリズム外交を展開していきます。ユン大統領と私で日韓でシャトル外交を再開することを決断しました。我々トップ同士の決断が日韓関係を大きく変化させました。国のリーダーが決断し行動することで、世界は変えることができる、それが私の信念です。外交的取り組みの先にこそ国際社会の平和と安定、そして我が国の安全と繁栄を一層進めることができると信じています。国際社会が歴史の転換点を迎える中で、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守り抜くとの強い意志を力強く世界に示すためにも、これまで世界中で繰り広げてきた外交の成果を広島サミットでの議論の糧にし、 G7 の結束およびグローバルサウスとの連携の強化につなげていきます。
週は。これは広島独特の作り方。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守り抜く、そして国際的なパートナーとの関与を強化する、さまざまな課題を共に解決すべく、これらの国々との連携の強化を主導していきます。国民の命と我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くため、5年間で43兆円の防衛力整備の水準を確保し、防衛力の抜本的強化を速やかに実現します。外交には裏付けとなる防衛力が必要です。国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3文書を策定しました。東シナ海、南シナ海における力による一方的な現状変更の試みは続き、北朝鮮による核・ミサイルの脅威はますます増大をしています。こうした状況において今、日米韓3カ国の戦略的連携の潜在性を開花させることは我々にとっての必然であり、時代の要請でもあります。2002年以来、一人の拉致被害者の方の帰国も実現していないということ、これは私にとりましても痛恨の極みであり、政府としても極めて改めて重く受け止めております。本年8月に行われた日米韓首脳会合では、私から拉致問題の即時解決に向けた引き続きの理解と協力を求め、バイデン大統領およびユン大統領から改めて全面的な支持を得ました。さまざまなルートを通じてさまざまな働きかけを絶えず行い続けていますが、現状を変えていかなければなりません。強く思うこととして、憲法改正につきましてもぜひ責任ある対応をお願いしたいと思っています。憲法審査会13年間議論して、こうした起案にたどり着かない、憲法について議論をしたら触れたら国会を止めるなどということはしない、こういったことはぜひお願いしたいと思っております。日本と ASEAN が変わらず追い求めてきたもの、これは平和と繁栄です。インド太平洋地域の平和と繁栄、そして人間の尊厳が守られる世界を共に作ってまいりましょう。Ladies and gentlemen, as the United States' closest friend, Tomodachi, the people of Japan are with you side by side to assure the survival of liberty. We are your global partner today
and we will be your global partner in the years ahead. これから6年から7年が少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスです。子どもの笑顔あふれる国を作りたい、これが私の思いです。我が国の子ども子育て予算はOECD トップのスウェーデンに達する水準となり、画期的に前進することとあります。医療費を無料にしてもらうとかそういうふうなことはありがたいんですけど、気軽にこう相談ができるような場所、社会全体の意識変えないと。妻にやっぱりどうしてもこう育児を任せる時間が多くなるんですよね。男性の育休取得率の政府目標を大幅に引き上げて育休を促進する。児童手当の抜本的拡充、高等教育の負担軽減、保育所の76年ぶりの配置改善、児童扶養手当の拡充など、単に制度や施策を策定するのではなく、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する機運を高める取り組みを車の両輪として進めてまいります。デジタル技術は社会課題を新たなアプローチで解決する力を持ちます。新型コロナ対策のデジタル敗戦を二度と繰り返さない、デジタル化への変化の流れを確実に掴んでいかなければならない、こうした思いでデジタル田園都市国家構想を進めてきました。地方から全国へとボトムアップでの成長を実現していきます。農林水産業については輸出の促進とスマート化による生産性向上により成長産業化を進めます。5月8日から新型コロナをインフルエンザと同じ5類感染症に移行します。新たなフェーズに入ります。私は全国津々浦々を訪ね、国民の皆さんと直接意見交換をしてきました。人口減少や加速化などに悩む中でも、多くの方がそれぞれの現場で明日に向かって懸命に努力されています。皆さん、今こそ共に地方創生に力強く取り組もうではありませんか。国民の皆さんに、子どもたちに勇気や元気を与え続けてくれた選手の皆さんに心から感謝を申し上げたいと思います。もしもし、
あ、すみません選手、おめでとうございます。金メダル第1号。旧優生保護法は憲法違反であり、政府の責任は極めて重大なものがあり、政府を代表して皆様方お一人お一人に深く深く謝罪申し上げます。67年間本当につらかった。二度と私たちと同じようにつらい思いをする人が亡くなるような法律を作ってもらいたいです。差別のない社会をどうか広めてほしいと思っております。政府はずっとこの福島の復興なくして日本の再生なしを旗印に掲げ、被災地の復興を最優先課題として取り組んでまいりました。絶対に先送りできない課題が福島第一の事故炉の着実な廃炉です。安全性を極限まで追求した慎重な廃棄物処理を行っていく不可欠のステップが今回のアルプス処理水の海洋放出です。中国における日本からの水産物の輸入停止、中国側に対して撤廃を求める申し入れを行いました。漁業を取り巻く現状について福島県漁連の関係者の皆様方から直接のお話を聞かせていただくとともに、ここで取れた旬の海産物もいただきまして、風評被害にも負けないこの常磐もののこの質の高さ、そして美味しさ、こういったものも実感させていただいた次第です。富岡町の避難指示が解除されました。夜の森のこの桜並木に囲まれて生活を再開する、かつては当たり前だったことが12年ぶりにようやくできるようになりました。体にはくれぐれも気をつけてください。一日でも早く発生してたからした方がいいということで、地域的にこれよそに避難したとしても必ず将来ここに戻ってくれるという、やっぱり皆さん その安心がないとなかなかやっぱりこう外に行く決心もできないでしょうから、まずは健康が大事ですけれど、でもやっぱり将来のことを考えてちゃんと見通しが立つ、そういったこともしっかり念頭に置きながら応援していきますので、大変な状況続いているようですが、本当に皆さんの思いしっかり受け止めて全力で引き続き頑張りますので、どうか心強く持って、ください。寒いですからどうぞ体気をつけて。再建、そしてなりあい再建、そして復興まちづくりに向けて、とにかくもう一日でも早く復興に向けてみんな気持ち一つで頑張っていきたいと思いますので、国としてもしっかり支援したいと思います。輪
島塗においては希望される全ての職人の皆様が入居できるよう仮設工房の整備、これを加速してまいります。岸田総理のサインなんかがしていただければ、うん、サイン、はい、すみません、はい。石川県の伝統工芸で作ったコーヒーカップです。明日を担う若者や子どもたち、そして先の大戦を知る皆さん、我々は皆広島の市民です。世界80億の民が全員そして広島の市民となった時、この地球上から核兵器はなくなるでしょう。私はそれを信じています。我々の子どもたち、孫たち、子孫たちが核兵器のない地球に暮らす理想に向かって、ここ広島から今日から一人一人が広島の市民として一歩一歩現実的な歩みを進めていきましょう。岸田文雄です。多くの国民の皆さんのおかげをもちまして、3年間内閣総理大臣という重責を果たすことができました。新しい資本主義の下での日本経済の再生、防衛力の抜本的強化、エネルギー政策の大転換、 G7 広島サミットの開催や米国議会での演説など、さまざまな成果を上げることができたのも多くの皆さんのご協力があってこそだと思っています。今日本は、世界は歴史の転換点にあります。30年続いたデフレからの脱却、
ポスト冷戦期の終わりとも言われる国際情勢の変化、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境、何十年に一度と言われる出来事が重なり合って起きています。こうした時代だからこそ、政治の果たすべき役割はますます大きくなっています。この中にあって、私岸田文雄はこれからも日本のため、国民のために政治課題に挑戦し続けてまいります。政治は国民のもの、ぜひ引き続き多くの方々のご協力をいただき、国民の皆さんと共に歩んでまいりたいと思っています。皆さん、この3年間本当にありがとうございました。